それでは、うん、引き続き町づくりからやっていこう。はい。でまた建てたことのない商売のお店を建てていきながらやっていきまーす、うん、はい。レッツゴー。この曲聴くと安心するようになっちゃってさ、だんだん眠くなってくる。侍屋敷建てましょう。あ、いいね。じゃあここ2個あり、はい、ここにも2個あり、はい、でここ固まってるから、そろそろこっちの方にもバランスよくやっていきたいので、あ、ね、はい、貴重なコメントいただきまして、うん、お店の入り口をこう道側に向けていた方がね、よりお金が入るということでね。うわー、横になる。ああ、オッケー。はい、じゃ貴重なコメントありがとうございました。やっていきます。こっちあ、いいねいいね。おお、いや収入変わるからいいね。あ、そっか、カジヤまだ、あれ、あ、この前のなんだっけ、多分あれはじいちゃん。ああ、別に、そっかそっか、うん、じいちゃんのカジヤだったのか。一日の終わりは儚いよ。どうだ。あ、分かんない。まだギリギリだ。まだ建てたばっかだから大体お話ししてくれんだ。わー、来たー、伊豆はー。お墓って大阪から来てくれたの、うん、入り派って、ま、なんて、しばきに名前。あだ名。あー、10手ストライクとか打ってたからね、うん、すごいな。あんたならいいツッコミができると思いますって。あー、割と適当だね。あー、もうすごい仲間だったわ。ということで、はい、芝木人が仲間になります。正式に芝木人。仲間だ。一応見てみましょう。あ、辻風呂。辻風呂です。何、辻風呂って。危ない。レベル2か、はい、レベル2がすぐ行きそうなんで、ここら辺交代して。まさか芝木人と一緒に町を作る日が来ようとは。それでは行きましょう。はい、2日目。やだ。で、じゃあここら辺をまたどうしよっか。どっちが前だ、どっちが前。あ、これ SNS が前だ。さあ、これで頼むぜ、収益。はい、お、服部くん。服部くんの U2 処刑場が苦手。なんだこれ、宿泊施設ですね。川挟んでね、うん、仲間外れだから完全にね、村八分だからね、今。まあ、刀と考えればこんなもんか。体の一部。ふやける。エガちゃん、これで思いっきり教えただからね。そっか、大川工業として叩かれなきゃ、うん、あー、神方言い始めたよ、ほら、西の人間怖い。菊之助の料亭か、うん、いいね。なんか中心から外れたところに逆にあるのいいね、料亭。新鮮な食材を最高の味付けで料理して。おー、処刑場が隣にあったら確かにね、食欲失せるわ。辻風呂。おー、来たわ。なんだ辻風呂って。文化。初めて聞いたわ。儚いの、一日の終わりは。この曲、切なくなる。いいよ、だんだん主人も増えてきてね。だら、ちょっと快晴が。あら、あー、ほ、また妖怪か。また墓石じゃないでしょうね。やめてくださいよ。やっていきましょう。これ以上罰当たりなことしたくないね。その前に。前。あー、なんだ。ええ、どうしようか。誰、何、オープニングの男だ。白井ゴンパチか。何、通いになれ。この姿で入る。何、何、初対面ですけど。見て、俺、悪魔が兄弟。何、何、何。おお。今の一番強さやつ。確かに。いやいや、見間違いじゃないよ。そんな厳しい目してんだから見逃さんといて。なんだ。よし。じゃあ、うん、戦争もとりあえず行ってしまいますか。雲。ああ、女郎雲か。二人となってる。ええー、あ、難易度 D だから。うん、じゃあ女郎雲だけ拝んでいきますか。お、金蔵を外すという、なるほどね。むしろ気な、野球を外すのかと思ったら金蔵を外したので、ね、回収 !GO! GO! で、おぉ、菊之助緑だ。うん。鬼はそう、鬼は番だった、忘れてた。設定を完全に見失っていた。あ、毒斬り。毒斬りか。よくない。あまりよくない。うわ、毒か。行動するたびにダメージが入ります。いやー、やだね。地味にやだね。おならしたでしょ、今。色の煙を外れろ。まあ、ほぼ確定なんでしょうがないです。まあ、そっか。この影縛り、はい、近まる。ターゲットの周辺、つまりこの周辺に行ってきゃ全員ダメージ。お、いいじゃん。いけ。どんなだ、見せてくれ。影縛り、菊之助。おお、札だ。え、あ、うまっ。わーい。お、強い。お、かっこいいね。あ、忍者系の技も使えるの、うん、お、やるね。よし。お、大きくラッシュ。大きくラッシュ。いけ、なんだ、かわいいな。菊の花が出ると見た。どうだ。あ、くないだ。あ、普通だー。いや、でもかっこいいよ、菊之助いいよ。勝ちました。オーケー、やったねー。菊之助に、将来に期待。あ、女郎くんも取れたか見てなかった、結局。
どれがメスだったんだ、まあいいや。オッケー、はい、じゃあ引き続きこんな感じでね、やっていきますか。ゴー、まあ